19日はミュージックのことで、今まであったアーティストの中で会えて嬉しかった人とか、まあ、ちょっと怖かった、印象に残ってる、個性強すぎたなって人の、なんかアーティストの話をね。俺は2年前のやっぱ紅白の最後だったけど、サザンオールスターズさんがいて、ユーミンがいてみたいな、なんつうの、カオスっちゃカオスだけども、そのあの空間、あれすごかったなと思って、あそこでしか見れなそうなね、そう絵だったよね。でもちょっとその時狭くなっちゃったなって思ったのは、こうやって乗りながらも白組の踊り俺たちなんだけどなぁ、なんかすごいことになっちゃったと思って、その時は狭いなと思ったよ。すごい盛り上がりだった、盛り上がっちゃった。これは長渕剛さんかな。番組でもね、番組でお会いして一緒に筋トレもしたし、今のところちょっとミュージシャン要素がないんで。いやでも、あの僕ひためにギター持ってここでランを歌ってくれたっていうのが公演だっけ。そうそうそう、ね、あれは本当嬉しかった。俺はね、うん、ボンジョビ、M ステで一緒になったで、昔20年前ぐらい、それこそ、ほんでリハーサルでボンジョビがマイクスタンドで2日で腕組んで、歌始まって終わるまでこのまま動かなかった。いつまいライフ、いつまいライフ、いつまいライフね。これでリハーサル終わって帰ってきた。ええと思った。ありなんだって、ありなんだ。確かに確かにこの状態で全く動かないです。それではご紹介いたしましょう、本日の対戦ゲスト、こちらの方々です、どうぞ。本日の対戦ゲスト、映画一度死んでみたチームの皆さんです。さあまずはこちら、映画一度死んでみた、すごいタイトルですね。どんな映画ですか、すずちゃん。一度死んでみるというか2日だけ死ねるという薬が映画の中で出てくるんですけど、私が演じる主人公のお父さんがその薬を飲んで、その飲んだことでいろいろ大騒動が起きるんですけど、最後は泣けて笑ってっていう感情になれ、そういう感情になれるコメディ作品です。ですですですね。死んでみただから死んだです。ちなみに一番悪の方もご出演俺、はい、いや出てるよね。出て、あ、映画、いやいや一緒でしたね、皆さんね。いや分かんない。っておかしいだろう。なんだよってよ。さあそれでは我々嵐と共に戦っていただきます。本日の皆さんです。愛情がすごい深いチームだなと思いますよ、このウイエスは。うん。スタッフ一同喜んでいると思います。すごい喜んでいる。お世話になっております。さあ点差は855ポイント。大逆転なるでしょうか。では参ります。嵐チームのボンバーストライカー。行こう、スタート。さあまずは二宮さん、大野さんと投げていく、いきなりピン倒れた。さあ平成ジャンプの2人、リアルさん来ました、パーフェクト。いや幸先よく1つ目のパーフェクト。行こう行こう。続いて2つ目、1つ目は万人でパーフェクトを取りました。2つ目はウォーカー、これもいい感じで来ている。ヤブさん、これは真ん中で宇宙、残り1ピン、やっと見てほしい。残り2人来ました、アナさん。さすがラッシーム、2連続パーフェクトの後。さあこれはちょっと間が抜けているピンですが、これもいい感じだ。さあ残り2人、相葉さんどうか、1ピン来て、さあ桜井さん来ました、パーフェクト。オールパーフェクトも見えてきた、残り2ピンになっている。当たらない、八乙女さんいい感じできた、これでなんと4連続。さあ大逆転へのシナリオ、残るターゲットあと2つです。これもまとまっている、一品だ。八乙女さん、これはやや早かったか。相葉さんどうだ、来ました、5連続さあオールパーフェクトが見えている。追いかける点差は855でした。嵐チーム勝つには
860ポイント以上が必要になります。嵐チームの得点850ポイントというわけで、今夜のベース嵐、勝ったのは準レギュラーです。スタート。さあ、最初のターゲットが出てきました。まずはいきなり赤を抜いていった大野さん、そして木本さんが間抜けていってしまう。今宮さん倒した、相葉さん倒せない。最後1本倒せませんでした。さあ大野さん、ストレッチの効果か、倒した。さあ残るはあと1つ、木本さん行く、狙って狙ってパーフェクト。木本さん見事なコントロール見せつけました。3つ目のターゲット、大野さん好調。さあ残るは3本だ、これもいい感じ、あと2本、パーフェクトなるかどうか。パーフェクト、二宮さんのパーフェクトを取ってきました。2つ目のパーフェクト、4つ目のターゲット出てくる、大野さん好調、松本さんも倒す、木下さん、木本さんは倒せない、桜井さん倒せない、そして相葉さん、この投球赤が1つ倒れましたが、パーフェクトとはなりませんでした。さあ大野さん1つ倒しました。5つ目のターゲットどうか、木本さん狙っていく、ちょっとばらけている、この2本どうか、1つしか倒せない、パーフェクトとはなりませんでした。2つ連続でパーフェクト途切れている。さあファイナルターゲット、ここはパーフェクトを取っておきたい。さあ残るは3本、桜井さん狙って倒れない、相葉さんどうか、どうか、1本倒しました。最後はパーフェクトならず、そこまで。やばい、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 やばいかな。もうさあ点差は470ポイント差、480ポイント以上を取ると嵐チーム勝利ということになります。パーフェクト、嵐チームの得点620ポイントです。ということで本日の VS 嵐、勝ったのは嵐チームです。パーフェクト2つ出ました。木本さんが1つ、二宮さん1つでした。押したのは歌広場さん、キンキッズさんのフラワー、正解。踊ってたからね、あれ踊ってたから分かる。では続いてまいります、ジャニーズイントロドン。押したのはまたしても歌広場さん、全然わかんない。ニュースさんでウィーク、正解。さあ嵐チーム大丈夫でしょうか。続いてまいります、ジャニーズイントロドン。押したのは二宮さん、タッキー&翼でヴィーナス、正解。嵐チーム一つ取り返しました。では続いてまいります、ジャニーズイントロドン。押したのは歌広場さん、スニーカーブルース、正解。いや思い出した、あのね、番組来ていただいた時に話したんだけど、あの歌広場さんはジャニーズのこと好きかもしれないし、その上にクイズマニアなんでね。そう、あ、そうなんです、はい、そもそもクイズに強いんだよね。だからそうですね、あの松本さんが僕のことを見てくれたらちょっと遅くなるかもしれないですね。さあでは続いてまいります、ジャニーズイントロドン。田中広場さん、平成ジャンプさんのウルトラミュージックパワー、正解。自分が一番驚いてらっしゃいますが、続いて6問目にまいります、ジャニーズイントロドン。またまた田中広場さん、スマップさんのシェイク、正解。構図的には歌広場さん対他という感じになってきました。
まさに。次でイントロ問題最後となります。ジャニーズイントロドン。二宮さん、関ジャニエイトで無責任ヒーロー。正解。あこれだってカウントダウンとかで踊ってたもん。まずはイントロクイズ終わってジャニーズ大好きチーム50ポイント、嵐チーム20ポイントです。歌披露さんが強いんだやっぱり。続いてはジャニーズこのコンビ果たしてパーフェクトなるか。では参ります、クリフクライムスタート。さあ格闘技で鍛えたこの体、力強いグリップエレベーターも一発で掴んだ。鍛え抜かれた二の腕が見えている。確実にボタンを押していく。ここでグリップを要求。さあ勘九郎さんからパスが通った。鮮やかにキャッチ、顎の横にこのグリップを刺していきました。さあ石垣さん、こっからどう攻めるか。片方の腕の力だけでぶら下がっている。おっと危ない、腕の力も爆発している。さあ下の10ポイントを忘れているか。サイドの30ポイントを除く。サイドの30ポイントを押せるか。上から足で押した。そして石垣さん頂点に立って、早い早いボールを降りてきた。残り72秒、時間がたっぷり大島優子に残された。壁の左側どんなパフォーマンスを見せてくれるか。早いぞ早いぞ。おっと足を滑らしたが慌てず押していく。もうすでにお台場の指の先端30ポイントを押した。さあこっから大島優子、お台場の顎の下、本当に軽い動きで小さい体うまく手足を使ってボタンを押している。ここでグリップを要求。松坂さんからのグリップをキャッチ。さあこのグリップをどこに刺すか。残り時間はまだ30秒ある。グリップを縦に刺した。10ポイントの横にこのグリップを刺して頂上を目指す大島優子。30ポイントを押して今クリア。19秒を残して頂上まで行きました。すごいすごい。真田準優勝チームの得点330ポイントです。すごいすごい。大島さん早かったですね。でも時間余らしちゃったらちょっともったいなかったですね。もう少しボタンを押せたかなといった感じだったんですけども、でも早かったです。石垣さんはいかがでしたか。力強い登りでした。いやもう登ることとスピードだけを考えててあまり押せてないなっていう結構行ってたんですけどね。視界に入ってなかったごめんなさい。さあ嵐チーム430ポイント以上獲得でさよなら勝利。キッキングスナイパースタート。さあ最初のターゲット大野くん、これは得点には関係ないか。さあ篠原さん当てて、揺れているが倒れない。桜井くんはわずかにかすった、倒れず。嵐チーム最初のターゲットは0ポイント。松本くん当たらない。二宮くんも右。さあ見せてくれゾロ、元日本代表のその力。ゾロが打った、出たパーフェクト。前園まさきはパーフェクト。さあ3つ目のターゲット、篠原さんは外す。桜井くんは左。3つ目は0ポイント。勝利には430ポイント以上が必要。さあ大野くんが得点ゲット。さああと2つ、二宮くんが行く。二宮くんがピンポイント当てた、パーフェクト。今度は二宮かずなりパーフェクト。さあ残るターゲットはあと2つ。松本くんが行った、これはどうか。来たー、パーフェクト。そこまで。最後決めたのは松本潤。というわけで本日の VS 嵐勝者嵐チームでーす。いやすごいすごい。え、奇跡出た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 。そうですね、はい。ただでも前園的には納得いって、俺が最後かっこいいとこ見せて終わりたいぐらいの感じだったのに、今終わった瞬間にハーみたいな顔してやる。ライブがやりたかったね。平成ジャンプ9人もいると
役割5人ぐらいやってれば4人ぐらい役割なくてもいいんじゃないかそんなことないわ。面白い。そんなことねえよ。なんで役割ないですって言ってます最近。面白い。さあそれでは参ります。2回戦を制するのはドラマ戦う書店があるチームか、それとも嵐チームがさらにリードを広げるか。フォーメーションラップスタート。さあ柴田松本伊野尾渡辺カウントダウンが始まる。あっとフォーメーションラップ中に眉毛が止まってしまっている。大丈夫か。ボールが入ってきた。さあまずはこれは伊野尾君が嵐チームのボールを入れてしまっている。そして眉毛も間違っている。嵐チームのボールを入れてしまっている。さあそしてブラックボールを巡る競り合い。シバッチョが割って入る。さあ伊野尾君が取り出したブラックボールタイミングを測っている。松本君がピンクボールを今ゲット。眉毛もブルーボールをゲット。さあそしてブラックボールのチャンス伊野尾君どうか。あっとちょっとブラックボールが取れてしまった。おっとこれは正面から松本伊野尾。さあ先輩パワーで松潤が押し返す。この間に柴田さんピンクボールゲット。ブラックボールに近寄れない。さあもう一度ブラックボールに伊野尾君いけるか。あっとブラックボールを供給口に返してしまった。さあそして最後30秒ボーナスタイム。ゴールデンボールまずは眉毛ゲット。そしてクールに松本君が2つゲット。あっとシバッチョハンドこれはダメです。そして今ようやく伊野尾君がブラックボールを取った。シールドの真ん中松潤眉毛接触。そしてシバッチョが時間ギリギリゴールデンボールゲット。そこまで。戦う書店があるチームの得点79ポイント、嵐チームの得点141ポイントです。2回戦も嵐チームです。なんで戦う書店があるそんな？あれもうちょい行ったような印象あったんだけど。多分あの僕がなんとか嵐を落とし入れてやろうと思って黒ばっか狙ってたんですよ。結果黒1個しか入れてないと思います。だからそれで狙って伊野尾が行こうとしたところにだって伊野尾だよ。小島だよの言い方でしょ。小島だよ。さあ和成和也どんなパフォーマンスを見せるか。制限時間120秒。クリフクライムスタート。二宮くんが上がってきた。5ポイントクリア。そしてグリップを要求。松本君からのパスが通る。一気に上がる。なるべく上に刺すがあっと諦めた。さあこれで上がれるか。腕の力穴を使って届いた。さあまずは二宮君指に向かう。先端の50ポイントどうだ届いた。さあ降りてきた。さあ残り80秒でバトンタッチ。亀梨君はさあ残り2面託された。まずは真ん中ゾーン一気に上がっていく。早いぞ。さあグリップを要求した。パスが通る。そして30ポイントに届く。ここで残り1分。いいペースです。亀梨和也。さあ今度は壁の左側。あと50秒全然大丈夫。顎の下に。さあ亀梨君が回り込んできた。足で5ポイント2つ。そして10ポイントゾーンに来た。顎の下に来る。亀横顎の横10ポイント顎の裏10ポイントさあ壁のボタンはあと1つ。顎の先端手が届く。50ポイント忘れるな。押した。そして今頂点に立ちました。パーフェクト。カズナリとカズヤがやってくれました。
全てのボタンを押して300ポイント、さらに残り時間18秒ボーナスを加えてトータルの得点354ポイントです。そんなにきた。亀梨君、はい、やりましたね。よかったです。今日ちょっとねやらかしてたんでね、ちょっと画面出しの方でお送りしてたんで、よかったです。ちょっとずつ亀梨に戻ってきてるんで。そしてきっちりと一面仕事をしましたが、和田君、はい、あ、和田さん、何でしょう、足はもういいんですか。足ですね、ええ、これ今ちょっと驚くんじゃないかなと思うんですけど、治りました。全然すごいな。何やらせてんだ。すいません、うん、ありがとう。もう早く戻ってきて。俺を倒してくれ。そういうこと。小沢さんの歌で勢いがついた嵐チーム、20ポイント差まで来ました。逆転して広島カープにプレッシャーをかけることはできるでしょうか。嵐チームのボンバーストライカースタート。まずは松本さん、これは当たらない。大野さんが白ピン1本ゲット。カレンさん、小沢さんと当たらない。残り2ピンです。おっと二宮さん、これ大きく外れる。2ピン残って桜井さんは、あと最初のターゲットはパーフェクトなりませんでした。喜んでいるのは広島カープ。2つ目のターゲット、今度はいけそうだ。どうか小沢さん、うんとその前に倒れた。どうだ二宮さん、あっとあっと二宮さんが倒したと思っていた矢先、桜井さん2つ目もパーフェクトはなりません。これも左右に割れている。さあ嵐チーム大丈夫でしょうか。小沢さんが赤ピン1ピンゲット。二宮さんまたずれる。桜井さん最後の1ピン、これもダメだ。広島カープが嬉しそうです。残るターゲット、これを含めてあと3つ。さあカレンさんが3ピンゲット。二宮さん今度こそ、あっとこれも引っかかっている。桜井さんこれも残るターゲット、あと2つ。ど真ん中命中、松本さんです。カレンさんも倒していく。さあ二宮さんここまで引っかかっていますが、これも引っかかった。さあ桜井さんどうだ、初めてのパーフェクト、やっと取れました。これが最後のターゲットです。絶対にパーフェクトが欲しいファイナルターゲット。残り4ピン、二宮さんが2つ距離。桜井さんこれは真ん中を通過、そこまで。嵐チームの得点630ポイントです。一回もない。あれな、途中さ赤いのがくる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 回って他を駆逐していったやつ。あれ誰のやつ。誰もあげないなら俺のにするけど。2番目のターゲット、今度も3枚、10ポイントが3枚。あっと相葉さんが当たりますが、本人もびっくり、抜くことはできませんでした。桜井さん今度は左下、本人もがっかりそう。そして松本さんです、10ポイントゲット。続いては二宮さん、かなり遠い的を狙っていきます。これは右にずれてしまいました。しずちゃんはどうか、片目で狙って10ポイント獲得。さあまた1枚残って大野さんです。これも当てることができません。次のターゲットも20ポイント。続いて3つ目のターゲット、今度は4枚、そのうちの1枚は20ポイントの三角形。相葉さん今度は10ポイント確実にゲット。桜井さんは一番近い10ポイント狙いますが、これは当たりません。松本さん20ポイント、これはお見事、小さい的を射抜きました。さあ二宮さん残る10ポイントあと2枚、これは右のフレーム惜しくも外れます。山里さん今度は、うん、近い10ポイントですが上に大きく外れました。最後は大野さん、2枚残って近い方の10ポイントしっかりゲットしていきます。このターゲットは40ポイント獲得。続いて4番目のターゲット、またしても小さな20ポイントの三角形のターゲットがあります。相葉さんまた当たりますが、これも射抜くことはできない。桜井さんフレームに弾かれた。さあ先ほど20ポイントを取った松本さん、今度は10ポイントゲット。さあ二宮さんは遠くを狙うか、手前の10ポイントを狙いまして確実。さあしずちゃん20ポイントが残っている、ただこれは当たらない。大野さんも20ポイント狙いますが当たりません。枠は行ってる。
さあそしてこれがファイナルターゲット、これまで当てられなかった的も含めて登場します。さあ岩さん30ポイントになって、あっと小さな的のわずかに上、桜井さんは手前の10ポイント狙いますがダメです。松本さんも30ポイント、これも枠を捉えられない。さあ二宮さんはしゃがんだ、しゃがんでどうか、狙いすました30ポイント、これは大きく下に外れます。さあ残り2人、誰かを30ポイント抜きたい、これはフレームに当たりますが的には当たらない。最後の1人大野さん、狙いは30ポイントのみですが当たりませんでした。そこまで、嵐チームの得点100ポイントです。これは難しいね、難しい、難しい、難しかった。誰が仕留めてました、天の声さん。松本さんが多かったですね。すごかった22。相談なんですけど、はい、最後のターンの俺のところちょっと恥ずかしいんで来ていただけあれ座って、はい、低くしてあの手前の10の下を狙って20を当てた。20行こうと思ったの、やったら30の下に行ったと思ったはしご登り、そういうことじゃないですよ。スタート、高いところが苦手なんです。さあ一気に上がっていく、相葉さんと大野さんが速い、相葉さんと大野さんが速い、中丸さんと小山さんが遅い、大野さんがちょっと速いか、相葉さんもここから追い上げていく、大野さん速い、大野さん速い、大野さん速い、相葉さんが追い上げる、大野さん速い、大野さんが鳴らしました。さあそして残り2人、最下位はどちらか、中丸さんか小山さんか、かなりレベルの低い戦いです。中丸さんは止まってしまった、中丸さんは動けない、中丸さん何か違う競技になっている。さあ小山さん上がっていく、最下位は果たしてどちらか、奇跡の逆転はここからあるのか。ただ小山さんが到達、今鐘を鳴らしました。ということで1位は大野さん、そして最下位は中丸さんです。これ無理だ。さあということでお助けジャパンチーム、嵐チームともに最下位は的中ということで、ともに20ポイント獲得です。中丸さんがようやく降りていく、そして小山さん降りれない、手を離すの、小山さん降りれない、手を離すの、え無理だよ。今ようやく地上へと帰還です。あれああいうの得意じゃないのさあということで1位は大野さんということになりました。さあ大野さん、はい、レースを振り返ってみていかがでしょうか。初めてやったけど結構楽しかっためっちゃ早かった。目覚めました。覚めた覚めた、やっようやくさあそして左サイドのお二人、お疲れ様でした。すごい疲れてる。中丸さん、はい、最下位でした。普通に考えてください、目隠しして知らずにこう11メートルのロープの前に立たさ させられて登ってくださいって言われたら、多分普通の人はね登れないと思うんですよね。これ無理ですよ、これ怒ってる、これ絶対無理ですよ、これ怒ってる。あれ中丸切れてんの。いや切れてないですよこれ切れた、お前にじゃない、なぜこれ切れた。